ます。あいにくの雨ですが、今日は朝は、あ、3日目ですね、最初。佐賀県までいきなり来てね、つくしの祝いのね、古墳の方まで来てるんですよ。つくしの祝いってのはこっちの豪族でさ、大和朝廷と戦ったって言われてる人だよね。はい、この方の、資料館みたいなところもあるんで、こちらも見ていきたいと思います。雨だけど行ってみよう。意外のこの別府の上をね、歩いてみます。いやいやいや、すごい雨なんだけど。はい、ちょっと歩いてます。はい、すごいね。一番高いとこまで来た。うわ、滑った。土砂降りです。たまらず避難。そして T シャツも、吉野ヶ里の T シャツを購入、その場で今着替えた。ということで。いや、でもいいとこだったよ。だからこの雨降ってない時にまた来たいなって思った。うん。いや、広くてすごく良かった。ちょっとね、風も強くなっちゃってゆっくり見学できなかったのは残念だけど、また来ます。良かった。帰ってきました。もう12日近いかな。いや、強豪軍だったけどね、3日間福岡、歴史、遺跡の旅、良かったです。最高でした。いや、今回はね、父親とね、2人旅行、男2人旅。ちょっと初めてだったんだけどね、いや、すごい良かったね、やっぱりね。そのテーマが決まってるやつはいいね。なんかその、いわゆるツアー的なものだったんだけど、そのいろんな観光名所行くとかだとちょっとなんか垂れるけどさ、やっぱもう遺跡、古墳、神社みたいな、そのなんか全部そのバックボーンがある似通ってるものがあってね、そう、縄文後期から弥生初期、古墳時代ぐらいにかけての、遺構をずっと巡ってたんだけど、非常に良かったですね。やっぱりずっと関東に生きてる人間からするとその感覚が違うね。その九州のあの上部の方、福岡とか滋賀ね、あの佐賀とかあの辺の人からすると、やっぱりその朝鮮半島のあれがさ、もう本当に隣国なんだよね。で、その全然別の国であると同時に大事な取引先であったりとか、まあ、それによって文化を取り入れてとかね、そういうのがすごく感じたね。関東地方の遺跡ではそういうのを感じることはあんまないからな。非常に良かったです。はい、これ、毎年恒例にして、親父と、もう親父は80になるんだけどさ、親父と毎年この歴史の旅行こうと思ってます。これはもうね、来年は青森だな。うん、と思います。はい、ということでお疲れ様でした。また、明日から仕事ちゃんとする。